日本のお笑いタレントである。本名、カジテルミツ。千葉県千葉市出身。サンミュージックプロダクション所属。身長180センチメートル。千葉県立泉高等学校から、専門学校、就職を経て1999年に、お笑いコンビ、さくらんぼ、ブービーを結成。高校生当時は、真面目だったが目立たない生徒であり、後に、相方となる、 木村慶太のパシリ的存在であったという。かつての芸名は、ヘチマムシテルミツであったが、後に本名に戻して活動。M-1 グランプリでは、2004年に準決勝まで進出。コンビ時代は、携帯模写をしているカジを木村がしばらく見続けた後、やっとカジだと気づいて、カジくんじゃないと言われるというネタなどで知られていた。 2009年12月23日にサクランボブービー解散を発表。以後は芸名を家事と改めピン芸人として活動。現在はニコ生公式放送を中心に活動している。2016年7月13日よりコンビ再結成を発表。趣味はゲームとサブカルチャー志向。セガのアーケードゲーム三国史大戦は 全国ランキング上位にランクインするほどの実力者で公式大会の出場経験もある。サクランボブービー時代にはエンターブレインから発売された DVD 対象性にコンビで出演していた。その他にもコナミデジタルエンタテインメントのサッカーゲームウィニングイレブン6では攻略本の担当者や芸能人等を集めた50人トーナメントで優勝したことがある。また、 Xbox 360用のゲームソフトであるヘイローさんの芸人トーナメントに2年連続で優勝している。兄は東京さんの飯塚悟氏と高校時代のクラスメートであった。卒業して何年も経っていたため、楽屋で見た家事を家事の兄と勘違いした飯塚はリアルにサクランボんぼビー時代の持ちネタのあれ家事くんじゃないを実践してしまったという。 ピン芸人となってからは、主に一人コント、ショートコントを行っており、四コマコントと称したネタなどを披露していた。現在スクラグにはまっており、ニコ生のカ事自身のチャンネルである、カジチャンネルでゲーム配信をしている。ニコ生の公式放送で、たびたび MC を行う。自身のことをピン生しと呼ぶことがある。2018年12月3日、一般女性との入籍を発表した。 2020年10月、舞台作品、無慈悲な光を自身が監督し、映画化することを発表。サクラんぼブービー時代の出演については、サクラんぼブービー出演の節を参照。レギュラー番組、編集ニコニコチャンネル、編集。ありがとうございます。